ヤマハピアノ交差点をご行中の名古屋市民の皆様、私は30年前に名城大学を卒業した名城大学の OB であります。私が名城大学に在学の頃はここら辺は畑ばっかでありました。しかしながら地下鉄が通ることによってものすごい大都市、ものすごい大都市となりました。そしてまた都市化とともに近藤正一議員のようなお金が儲かればいい、人々の幸せよりも自分たち、または自分たちのグループが儲かれば少々違法行為をしても少々悪いことをしてもそれでいいんだというような、そういった政治家がここ愛知3区を中心として名古屋で増えてまいりました。名古屋においてはかつて民社党というまともな政党がありましたけれども、現在は民主党に吸収されてしまいました。さて皆様、ここからが本題であります。我々はこの民主党の総理名古屋市において、とりわけこの近藤正一議員に代表されるような私たちの名古屋市民、日本国民の幸せ、権利、そしてまた生活を外国の人々、外国の勢力に売り渡しても何とも思わない、それような民主党の左翼の議員を今日は力いっぱい糾弾しております。皆様もご存知のように小沢民主党、左翼民主党は皆様決して国民政党ではありません。民主党を支持している多くの団体は中山元大臣が糾弾しましたように、日本教職員組合、日本の子供を戦後誇りと自信をなくさせた張本人であり、多くの子供たちの将来を奪った日教組、そしてまた年金問題等でも問題になっております。一度地方自治体および中央地方の官僚組織の中に無宿労働組合、一度そしてまた先ほどの若き仲間がお訴えしましたように、部落外解放同盟と特定の勢力に利権を与える、そのようなグループに、労働組合に支援されているのがまさに左翼民主党、左翼民主党であります。皆様、小沢左翼民主党と代表の生活を守ろう、国民の生活を守ろうという、こういった選挙目当てのふざけた皆様スローガンに騙されてはいけません。左翼民主党は中共に対して何ら文句は言えません。今年2月に起きた中共による毒入り餃子の問題においても、皆様生活が第一という近藤正一議員をはじめ民主党の議員が本当に国民の生活、国民の命、国民の体を心配したならば、なぜ中共に対してもう毒入り野菜を
輸出するな。いい加減な食品は日本に輸出するな。日本国民を殺すなと、なぜ民主党は言わなかったのでしょうか。私はこの小沢左翼民主党が言うところの国民の生活が大事というふざけたスローガンは、まさに国家問題、憲法問題、安保問題等を議論すれば、左翼民主党の中が近藤正一に代表されるような左翼の議員と、またテレビに出ていて、民主党は国民勢力ですよというようなカムフラージュ、宣伝を与えている原口議員のような議員たちと二つに分かれるからこそ、彼らは我々国民が文句を言えない、また他の党が文句を言えない、まさに生活が大事という分かったような分かれないようなことを言って、国民をいいように長老し、まさに嘘をつき投票させようとしているわけであります。国民が生活の大事という左翼民主党が、なぜ我々日本国民の生活を破壊する、移民を中共の人間を中心とした移民を1000万も必要ものない中共の移民を、これから50年にわたって移民させようというような、とんでもない日本国民にとって、まさにそれは中共の奴隷になるしかない、このような政策を堂々と掲げて選挙を戦おうというのですか。まだ近藤正一議員をはじめ、民主党は皆さん、外国人に参政権を与えようというとんでもない法案を、自分たちが政権を取れば国会において成立させ、日本国民ではない、まだ主権者たる日本国民の最も重要な権利である国政に対する権利、政治に関与する権利を、なぜこのような外国人に売り渡そうとする政策を成立させようとするのでしょうか。まさに皆様、左翼民主党、近藤正一議員を含めて、このような左翼民主党は、我が祖国日本と日本国民に対して、まさにその政治行為は、私は裏切り行為でしかないと、糾弾し、断罪するものであります。皆様、先の弁士も訴えましたように、近藤正一議員は、北朝鮮、韓国の経営者の多いパチンコ業界から多額の献金を受け、皆様、ニコニコしております。公職選挙法においては、外国が日本の政治に対して関与を禁止しております。公職選挙法があります。外国人は、日本の政治家、国会議員に皆様、政治献金をすることはできません。しかしながら、皆様、多くの韓国、北朝鮮のパチンコ企業は、多くの日本国民を裏切る政治家に、近藤正一議員のような政治家に、多くの多額の政治献金を皆様行っていることは事実であります。